はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。これはですね、昨日10月7日産経新聞に出た記事でございまして、チベットは死を迎えようとしている、中国の人権弾圧強化で支援訴え、亡命政府のペンパ・ツェリン首相インタビューというのが載ってましてですね、若干最初だけ読みますね。インド北部ダラアムサラに拠点を置くチベット亡命政府のペンパ・ツェリン首相が7日までに産経新聞の単独インタビューに応じた。中国チベット自治区でチベット人への弾圧が激しさを増し、中国政府が監視目的で DNA 情報の収集を強制的に進めていると批判、国際社会に対応と支援を求めた。チベット仏教最高指導者ダライラマ14世88の後継問題では全てダライラマの考え次第との見方を示した。以下続くんですけどもですね、中国がですね、今チベットやウイグルでやってるということはですね、民族浄化ですね、エスニッククリーニングみたいなですね、それと同じなんですよ。バルカン半島で起こったエスニッククリーニングってもうその民族自体を消してしまおうという野蛮なやり方なんですけど、今はその民族性というものを消してしまおうとしてるんですね。でウイグルでは女性に片っ端から不妊手術をしたんですね。ウイグル人がこれ以上生まれてこないようにしたわけです。もうこれものすごい人権侵害ですね。チベットでも同じようなことしてるかもしれませんけど、チベットではですね、その1955年ぐらいだったかな、54年だったかな、チベット独立を取り上げてですね、中国の中華人民共和国にこう入れてしまったんですね。それ以来多分数百万人の方がですね、寿命を全うできなかったと言われています。で今もですね、学校でのチベット語教育を禁止してます。これはウイグルも一緒ですね。ものすごい人権弾圧をしてるんです。ウイグルの方は最近注目されていますけどね。で中国のやり方はですね、チベット人とかウイグル人とかもういらんということですね。お前ら中国人になれと、中国人になるんやったら生きていくことができると、チベット人ウイグル人になるんやったら知らんぞと、それが中国の政策で、習近平になってからさらにですね、えげつなく進められています。でこれね、はっきり言ってロシアがですね、ウクライナでやってることとですね、中身はですね、大して変わらないわけですよね。ロシアはウクライナに対してお前ロシア人になって生き残れと言ってるわけですね。なんともこう野蛮なですね、こう21世紀のようなら、ね、そんなことはあるんかみたいなのがあるんですよ。で、チベット当時のダライラマ14世という方がですね、昔々ですね、1960年頃にですね、60何年間にですね、チベットからインドに亡命をしてですね、そのインド北部の町にですね、ミニチベットみたいなのを作ってるんですね。で、ダライラマ14世今88歳で、そんなにね、天に召されるっていうのは近いんだと思います。生きたって、せいぜい100まで生きたってあと12年ですね。で次15世というものをですね、出てこなあかんのですけど、これね、チベット仏教の決定なところで生まれ変わりということになってるんですよ。生まれ変わりそれで、今でもね、ファンチャラマとかいうのはですね、中国に行くとですね、このインドのダラムサラっていうところ両方にいるんですけど、それはですね、ダライラマではなくてもう一人のなんかもうちょっと重要なお坊さんなんですけど、それは今現在二人いるというふうに私は認識してるんですけど、ダライラマも亡くなったらですね、生まれ変わりがどこかにいるんですね。それはですね、チベットの構想が見つけてくると、生まれ変わりの兆候っていうのをどっかに発見してですね、でそれを見つけてくるというやり方なんですよ。だからそれがダラムサラにいるのかですね、そのあれですね、チベット本国、いわゆる中国領内のチベットにいるのか、それは分かりません。決めるのはですね、これチベットの高僧たちなんで、ここでまた一つのですね、転機を迎えるんちゃうかというふうに思われますね。で、
これに関してはですね、ウイグルもチベットもですね、外国に逃れた人がですね、一生懸命外国でこういろんな運動をしてるんですね。で、ただこれに対して支援は強いとは言えません。強いとは言えません。だからこう状況が改善しているとは全く思えなくて、むしろ悪化しているということですよね。でここについて何かあるとすればですね、再々このですね動画でも申し上げている通り、中国が今ですね崩壊に向かってひた走ってるわけですね。でまあいつも言う通り、いやあと14年以内ぐらいにですね、この中国共産党の支配、共産庁と言われるでしょうけども、共産庁が崩壊する可能性があります。その時にですね、独立のチャンスが巡ってくるんちゃうんかなという気がします。ただ、それにはですね、流血の惨事は待っているやろうなという気はしますね。チベットもそうですけど、ウイグルもそうですけど、中国の政策として同化政策なんですね。なんかウイグルなんて広いんですけども、あの広いウイグルのあれですね、土地にいっぱい今中国人が移り住んでてですね、今中国人の方が多いぐらいなんですね。で彼らがどうなのかと、多分ですね、あのウイグル人に任せておくとですね、こう悲惨なことになりそうな気がしますね。ずっとやっぱりやられてきたという恨みがありますからね。そこでどうなるのか。チベットもそうですけどね。というようなですね、流れになるんで、そこでまたですね、めんどくさいというか、国際社会がどう動くかというところになると思うんですけど、あと中国がどのような崩壊の仕方をするかですね。ロシアが崩壊するとですね、44の共和国に分かれると言われてるんですけど、中国もですね、崩壊するとですね、3つや4つや5つや6つや8つや9つぐらいのですね、国が誕生する可能性があります。内モンゴルというエリアもあるんですね。旧満州、日本がですね、打ち立てた満州国というエリアの中のですね、どうでしょうね、3分の1ぐらいはですね、内モンゴルなんですね。でそこはもう今やですね、中国人の方が圧倒的に多いぐらいなんですね。でモンゴル人はかなり虐げられたぐらいですごいですね。虐殺もありました。なんで彼らも騒ぐでしょうしね。でその時にですね、そこに住んでいる中国人はどうなるのかというのもですね、なんやようわからんと、わからんというかあんまりこう考えたくないなという世界ですね。なんで、まあ大きく世界で知られてるのはその3つ、チベット、ウイグル、モンゴルですね。他にもいろいろあるんですよ。他にもいろいろあります。だからですね、その中国が崩壊すると、彼らがですね、何十年もですね、こう虐げられてきた、このそれを一気に巻き戻そうと考えてですね、こんなもん血の雨どころちゃいますね。血の川が流れるぐらいのですね、大惨事に発展する可能性がありますね。まあね、こういう国際社会っていうのはね、あんまりね、無理をね、通し続けるというのはね、後で必ず反作用が来るんですよ。だからまあ、いいのはね、穏便に穏便にってやっていくのが一番いいわけですけども、まあ、それではですね、我慢できないやつがいるわけですね、プーチンとか習近平とかですね、できないやつがいるんで、こう悲劇がいっぱい生まれるということなんですけども、これはいずれ、この14年以内にあるかどうかはね、分かりませんけども、共産党の崩壊っていうのは必ずありますから、まあそれは私は近づいていると思うんですけども、もう14年以内に起こってほしいなというのは、単純に私がそれくらいやったら生きたまま見れるというそれだけの理由なんですけども、あとちょっと今中国のですね、崩壊がですね、なんていうか非常に分かりやすく、なんて言いますか、そっちの方に向かってますんでね、このまま行けばですね、起こり得るなという気はしてるんですけどね、ぜひ習近平さん頑張ってほしいですね。今の路線を続けていただければですね、どんどん衰退していくわけであってですね、やがてその先には崩壊が待っていると、単純に私は考えてるんですけどね。
このチベットもし崩壊しなければですね、来世紀にはこのままね 共産朝が続けばね、もう22世紀にはチベットやウイグルはもう歴史上の存在になっていると思います。そうなってほしくはないですね。はい、ということでこのですね読みかけました産経新聞のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。